私の名前はエコマピンクなお。私は徳川四天王の一人、井伊直政の意思を受け継いで、この岡崎市の環境を守っているの。岡崎の環境を守るために必要なこととして、私がみんなに伝えているのは、環境を愛する心を持つということ。みんなに地球のことを今よりもっと好きになって、地球の環境を良くしたいという心を持ってもらうことが、環境のためにいいことをしようという行動につながると思っているわ。行動することは、環境を守るためにはとっても必要なことなの。それも一人じゃなくて、みんなで行動することが大切なの。だから、まずは環境を愛する心をみんなに持ってもらえるように私は活動しているわ。でも、環境を愛するって言っても、みんな初めはどうしたらいいかわからないよね。だから、今日は環境を愛するためのとっておきの合言葉をみんなにも伝えたいの。それはね、もったいないっていう言葉よ。日本で生まれたもったいないっていう言葉は、今世界中で使われている合言葉で、この言葉を毎日の生活の中で思い出してほしいの。例えばご飯の時、嫌いなものを見つけたり、作りすぎて残しちゃうことはない？食材を買いすぎて食卓に出ることなく捨ててしまうことはない？捨てられた食べ物はゴミとなって街を汚し、ご飯を作るために使われたエネルギーも無駄になっちゃうの。ご飯を食べるとき、買い物をするときは、もったいないを思い出して、できる限りゴミとして捨てないように頑張っていこうね。その他にも、電気のつけっぱなしや水が出しっぱなしになっていること、車のエンジンをかけっぱなしで外に出ることはない？毎日の生活の中には、もったいないことがたくさんあって、それを見つけて少しでも直していくことができれば、それが環境を良くすることにつながっていくのよ。だから、まずはもったいないことを見つけて、少しでももったいないを減らす努力をしてみて。環境にいいことができたなって思えば、もっともっと環境を良くしたいっていう気持ちが生まれて、環境を愛する心がきっと芽生えるはずだから。みんな、私たちと一緒に、環境を愛そう。合言葉はもったいない。よろしくね。